さんもちろんね、今日見ててすごく挨拶が気持ちいいなって思いました。で、練習どなたとやるときも挨拶は必ず1回でお願いしますってね、もうこれはあの常識なことなので、合わそうじゃなくてね、だから普段の時もすごく今日は私はあいいなっていうふうに思いました。これ練習休なんで私もこうしながらちょっとこうしてたとこう分かるんですよね。あと音とかもね聞きながらあのやりましょう。で、あの私が中学校の時にどうして勝間になったかって言ったら、まあ、それは先生のお考えだったんですけど、私たまたま走るのが早かったんですね。で、走るのが早いの誰だって言われて、その当時はみんな早かったんですけど、私が一番早くて、いや、お前勝間になれって言われて、私、卓球の楽しみも知らないで、卓球部に入った、本当にそうなんですけども、でそれで先生に言われるままに。で、私って結構血液は O 型なんですけど、あの1回言われたことはあんまり何回も言われるの腹立つんですよね、あの先生指導者に。だからあまり同じこと言わせたくないんですよ。だからやればいいんでしょって、できればいいんでしょっていう、私はそういうちょっとね素直じゃない部分もあったんですね。先生に対して、先生もちょっと太かったんですよ。で、私こうフットワークやってて、そんな太わく、そんな太ってるから動けないんだよと言われて、自分だと太ってんじゃんと私心の中で思いながら、だから動けばいいんでしょみたいな形、だからそういうのって私結構反発心があったので、たまたまそういうチャンピオンになれたのかなって今思えばなんですけどもね。だからそういう形もありますから、同じ例えば顧問の先生とかここでもね教えてくれるコーチの人とかにも同じことをなるべく言わせないようにして、それを常に絶対よしできる、やってやるみたいな形で、私の好きなことはやればできるっていうのが私は大好きなので、やらないとやっぱりできないですから、そういうそれでやればできてはどうすればいいのってことで考えながらやるってことにしてましたので、そういう気持ちでね、あのやってください。